はい、皆さんどうも、はじめまして、ネクです。あ、どうも、サコタです。今日はですね、私たち2人がですね、ウマさんにやれって頼まれてこのゲームやることになったんですけど、早速もう疑問符しか出てこないんですけど、このゲームやるって伝えられてなかったんで、なんだこれ。ちょっとね、喋っていたタイミングとかね、ちょっと分からなかったですね、さすがに。実はですね、ウマさんから手紙をですね、受け取ってるんで、オープニング映像を見ながらこれを読みたいと思います。どうぞ。じゃあ読みますね。めっちゃ字綺麗じゃん。背景ネク様、サコタさん様、さん様この手紙を読んでるということは、私の身に何か私の身に何かあったということでしょう。そうだな、遺言状かよこれ。いいやつだったな。まあそんなどうでもいいことは置いといて、まあ、確かにどうでもいいね。どうでもいいの。ネク様には前回学校経営、サコタさんには推理を学んでいただきました。そして今回はあなたたち2人にはまた新たなことを学んでいただきたいと思います。今回2人には子育てを学んでいただきます。だってよ。はあ、子育て。はあ、オープニング終わっちゃった。終わっちゃった。しかし、ただ子育てをしても面白くないので、クイズ形式の子育てをやってもらいたいと思います。あはー。ということで、この子育てクイズマイエンジェルで、君たちの手で女の子を、女の子限定なの、なんだ、まあまあいいか。立派な大人に育ててあげたまえ、たまえ、腹立つ。以上だ。ちなみにこの紙はお住まいの地域のルールに従い、燃えるゴミの日に捨ててくれ、幸運を祈る。敬具、最近ジム通いにハマってる馬より。はあ、つまりあれですか、子育てをやれしろってことだね。ははあ、おい、ちょっと待って、えオタクなあなた。困るな。これさ、待ってくれよ、結構責任重大じゃん。やべえな。ちょっと子育ては遊びじゃねえんだよ。やべえぞ、プー太郎から宇宙飛行士までどういうこっちゃねん。もうプー太郎ってなんで職業かよ。30周。まあじゃあ、いや、まあ、とりあえず始めていきましょうか。スタートボタンをよろしくお願いします。え、これさ、んコントローラー2つってことはさ、 2P プレイってことなのかな。いや、どうだろう、とりあえず押してみりゃ分かるんじゃねえ。分かるか、うん、スタートボタンだって。あ、スタートボタン。え、まるでいいんじゃねえの。上から2番目って人やね。ああ、アットホーム、アットホーム。はあはあ、個人的にはその下のラブラブが気になるんだけど。やめなさい、やめなさい。まあ、サウンドとかの設定はね、後にやるとして、まあ、してじゃあこのアットホームを、はい、私始めますね。続ければいいのかな。いや、ニューゲームじゃん。ニューゲームか。じゃあ赤ちゃんから育てましょう。はい。てか男2人で育てるってちょっとヤバくね。多分両親がもう、あ、俺らベビーシッター的な。そう早くね。重くね。重いな、家庭の事情どうなってんだろう。あこれで2人で遊ぶか。なるほどね。オッケーオッケー、じゃあ1人で遊ぶ。おちょっと、おじゃあ俺もうサポートに徹するけど。いや、やだ絶対俺一人じゃ育てらんないよ。いや、あなたに子供が生まれた、玉のように可愛い女の子だ。まずは出生届を出しましょう。おお、そっからか。名前どうする。やべえ、どうする名前。名前ネクネクしちゃちゃ、どうしよう。ネク女の子だよね。どうする？なんかもうあなたの好きなやつでいいんじゃないの？なんかあれなんだよね。あ、これがさ、なんか例えば主人公の名前決めてくださいとかでさ、うん、ある程度年いってればさ、ふざけた名前できるんだけどさ、ああ赤ん坊に対してさ、ふざけた名前つくのすげえ、なんか俺のわずかな罪悪感が、両親がやばい。わずかしかないのか。わずかしかない。そっか。どうしよっか。あ、カナとかエースとかあったね。エース？エース。なんで？
S ああこういう感じか I ちょっと待ってどうする。いや普通にかなでいいんじゃないの。かなでいい。どうする。じゃあなんかどうしましょうかね。え悩むねこれ。待って俺だけに押し付けないでそれを。あなんじゃじゃもうあうーん俺こういうのマジで悩むタイプだから。俺もだわ。1時間くらい考えちゃうよね。あの幸ありそうな名前に。うーん好きな名前だったらさ俺これなんで。これまあ、カタカナなんだけど本来は。さこたさんなんかない好きな名前。名前てか、ね、そっちのコントロールで操作できる。できない。あできない。俺だけか。俺普段ゲームの名前数字だからな。数字とサインコサインタンジェントだからな。あそうだもん。ほんとなんだろうなお前の名前。それ言ったら俺の名前も何なんだろうな。ネクな何なんだろう。もうさ田中花子みたいなそんなんて言っちゃねえの。お前それはまあそれでもいいか。なんかよくある名前にしよう、うん、じゃあ田中田中が佐藤だな。あこれ名字か。じゃあ佐藤にしよう。佐藤でどうした。あで名前だよね。名前どうする。でもさいかにもさねありそうな名前だとね。まあ埋もれるな。埋もれるよね。なんか特別なおじさんとしてよね。特別な子に。ハーフにする。ハーフにするか。じゃあ あなたがさっきやってたやつ。いいじゃん佐藤アリア。うわなんかいやいいよこれでいいよ。俺これにするよ。ラノベでありそうだな。いや俺アリアって名前めっちゃ好きだから、ね、そうなの。誕生日か。誕生日どうする。えなんかもうあれだな祝日とかぶんない日でいいんじゃない。じゃあ2月14とかにする。バレンタイン。うんまあいいんじゃない。いいの。いやそんな日を誕生日しちゃダメだよ。どうするかね。夏休みとかしてみる。ああいいね定番でさ。じゃあ8月そうだななんか終盤だとあれだから中盤でいいんじゃないかな。じゃあ15ぐらいかかな。あでも15だとさコロコロのコロコロのさハサウェイと被るじゃん。コロコロってそうだったっけ。15日だよ確か。そうなの。だいぶ買ってないから分かんないけど確か15だよ。俺も何年も買ってねえから知らないよ。まあ、15でいいんじゃない。じゃあ15にしとっか。コロコロ消せ方どうする。もしも何かあった時のためにさ結構いろいろ。あ大型。大型であれ大型って確かあれだよね。あれ大型だっけ。どの血液型にも輸血できるんじゃんって。あそうだ。違うっけ。なんかで見た気がする。コナンかなんかで見た気がする。あそれ違うわ。なんか A 型が多いみたいなその話を聞いたこともないけど。じゃあ A 型にするわ。パパパパ。あパパ佐藤か。じゃあ片方はあのハーフの名前にしないと。ハーフとか外国人の名前にしないと。どうせもう両親いないって設定になっちゃったから。あそっか。いや まだ共働きって可能性が。まだ共働きって可能性があるか。あれこれってお父さん。お父さんの名前。名前か。どっちかはあのカタカナにしとかないとなんか家庭の複雑がね。家庭の事情がより複雑になっちゃうからね。なんか母親の方がなんか外国人っていう勝手なイメージが俺の頭の中にある。いいね。じゃあパパの名前は。パパの名前は普通でいいか。なんかサブローとかジローとか信長いいの。天下取りそう。あ取れなかったんだっけ。あと一歩で取れなかったね。本当にそれでいくのか。信長あーなんかこのなんかダグデンの位置がすごいなんかね。あしかも入らない。あ消えた。マジか。信な、な発音が分かんねえ。どうしよう。ダメだ。あのダグデンない名前にしないとダメだ。じゃあどうしよう。田中じゃない。佐藤だ。佐藤だわ。佐藤太郎でいいんじゃない。あ太郎でいいかも。いいや。あのパパの名前もいいや。どうでもいい。あのママの名前で考えよう。そうだな。パパの名前はどうでもいい。あこっち来ない。太郎行き過ぎ。太郎でママの名前はちょっとカタカナにしないとね。ああ。
どうする？なんかある？アリアのお母さんだから。マリア。マリア、それはちょっと聖母になっちゃう。アリス。それバイオハザードだな。まあでもアリスは俺も好きだよ、結構名前。あ、じゃあこれ何文字まで入るんだっけ。見た感じ3、4、5。あ、5だ。あぶね、ちょっと、ちょっと、あぶね、あぶね。名前決めでここまで宿泊するとは。なんだこれ、アイシクルファングみたいなさ。わかんねえな、これどうしよう。名前もうミシェルとかでよくね。あ、いいね。なんかおしゃれじゃん、ミシェルって。なんかフルハウス。ええ、あれもしかしてこれ、あれちっちゃい絵どこだ。ない、ない。そんなバカな。一回絵でやってみてさ、もしかして。いや、そうだ、絵だね。選択肢が出てくるかもしれない。出ねえ。え、ある？ないよね。ないね。ミシー。どうしよう。ここでまさかの。なんかやばいな。女の人の名前。外国人の。そうだ。いや、なんでもないわ。あ、なんかあれとかは。え、エカ、おい、エカリーヘカリーナ。なんだそれ。なんかさ、ヘカはともかくとしてさ、なんとかリーナっていそうじゃない。あ、いそう。いいんじゃない。なんかリーナで攻めていこう。なんとかリーナ。リーナ、アリーナ、アリーナ、サリーナ、カリーナ、カリーナ、ナリーナ、ハリーナ、マリーナ、ヤリーナ、ラ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 リーナか。なんか。ワリーナ、ワリーナ。ワリーナ。あ、ワリーナにする。いいの。なんか、なんかね、ダメだな。ダメだろ。パパはともかく、ママはちゃんと考えよう。いや、でもちっちゃいアギを使えるのつらいな。なんかもうもう一回エリーナで。やべえ。あ、エリーナ。あ、いいじゃん。これはまだかろうじてあるよね。あるじゃあいいじゃん。ママエリーナ、太郎の妻エリーナ。太郎。なんか太郎すげえな。はい、これでいいですか。はい、どこでもいいのかな。1でいいんじゃない、とりあえず。え、3じゃないの。 3？ まあ、1にしとくわ。しょうがねえな。いや、3？ え？名前はアリアです。はい、クイズに答えてアリアを教育していきましょう。あ、いきなり始まるのかな。そういうスタート。どんな問題に正解したかでアリアの指し方が変わります。あと、これあれか、あえて不正解にしてみたいなこともあんのか。それ、あー、まあ、てか養育費とかあんのかよ。今どのくらい経った。え、お前太郎。え、やべえ、ちょっと待って、ちょっと待って、わかんねえ。とりあえず待つ、とりあえず。あ、合ってた。合ってた、マジで。ちょっと今ね、あの両親に顔取られてね。ちょっとさ、由来する中年を持つ。こんなんさ、3手ついてるから丸でしょ。え、え、ってる。これ松島さん。あ、違うわ。あ、お前もできんのか。てか俺母親。何それ。あ、これわかるよ。え、マジで。おはようさんでしょ。すげえ。マジで合ってた。てかオタクアップしちゃったんだけど。やばい。ちょっと待って、正直ドリフトス分かんなかったよね。アリアの夜泣きは治りません。マジで。毎晩泣かれてこちらが睡眠不足です。なんとか静かにさせましょう。あやお前丸鬼畜すぎんだろ。あやそうあ
これあれだね、なんか正直さ、タイム時間があるからさ、鬼畜の選択肢なんか逆に選べないね。真面目パラメーターにボーナスポイント、あ、そういうシステム、なるほど。これ大変だな。え、ちょっと、あ、俺パパ役じゃねこれ。うん、そうだよ。お前ママか。あ、いや俺もクソだな。お前クソじゃねえかよ。いや、あの本当にタイムアタック苦手なんだって。お前も押していいからね、全然。分かった分かった、これは勝負だ、勝負ってことにしよう。分かった。まあ綺麗。3つになるんだって。どういうことだ。黒澤明監督の映画赤ひに三船敏郎演じる赤ひげ先生の職は何なの。よっしゃ、これ読まなくていいかな。読まなくない。コンピューター英語でフェーン。くそ、読みながらだときつい。やべ、ママに抜かれる。お、アリアに最初の歯が生えた。おコナミルク。ちょっと待ってね、フォアグラってなんだ。フォアグラ食べさせてみる。あー、ダメだ、お金たい、お金が母乳にしとこう。ダメだ、フォアグラはちょっとリスクが高い。5000円はちょっと高えよ。あら、ま、喜んで飲んだ。真面目パラメーターにボーナスポイント。真面目しか増えねえな。このままよくとさ、この子公務員になるんじゃないの。いいんじゃない、いっか。いや、女の子だからさ、真面目もいいけどさ、色気あげようぜ。今まで全然出てこねえ。やっべ、俺負けてる。よっしゃ、来た。やべ、ちょうど1-1負けてる。よし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 、一切夏根っから真面目だって。やっべ、やべえな。動いてるぞ。あら、かわいらしい。制限時間2倍。おう、ほう、金稼ぐ。時間です、ね、こんな旅館だろ。あ、違った。じゃあこれで。あー、銭湯か。銭湯か。何のおかみさんって、それは旅館だよ。台風、こんな、ま、室戸でしょ。あったと。マジかよ、やべえ、俺やべえ。ユースホステル。マジで、マジで。ごめん、俺加速して通り抜けるんだ。なんでお前、なんでお前間違えたんだよ。車の免許持ってないんですよ。 ID、 こんなんさ、スピッツに決まってんじゃん。違う、じゃあアスカ。あ、合ってた。アスカかよ。俺らズタボロじゃねえか。コメントしづら。蚊が大発生、蚊を退治して娘もあるとに逃がすのに刺されてしまいます。え、どういうこと。え、え、そういう、え、そういうこと。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ハートプレゼントしようぜ。ちょっと待って、ハートプレゼントしようじゃねえや。てか、俺らがプレゼントされる側だ。だよね。え、え、え、ちょっと、ちょっと、ちょっとガチ、ちょっとガチだよ。動かねえんだけど。え、待って、方向機ってどれ。ちょっと、あ、これか。全然ダメだ。これ、これダメだ。てか、全然さ、効かないんだけど。ね、動かなくね、これ。キーが効かないんだけど。てか聞いてるこれ。あ、聞いてる聞いてる。やべ、刺された。一回刺されちゃったんだ。やったね。はい、テンポ早いなこのゲーム。二人ともツタボロだな。おー、1-1とか。ダメなパパじゃねえか俺。やばいな、ちょっと。もういや、もうこれは色気あげたいな。まだ上がんねえだろ、さすがに。いや、わかんないよ。本当の色気はね、あの赤者の頃から育てられるってね。そうなの。偉い人が言ってた。マジで。マジで。初耳だな、それ。金字塔。マジで。金字塔、え、そうなの。え、ピラミッド、金とか、え、ついてないじゃん。やべ、ちょっと。俺、今、素で間違えそうだった。危ねえ、危ねえ。え、ギザギザ。オメガドライブチェッカーズ。だってかっこいいじゃん。チェッ、星屑のステージ。お、嘘だろ、マジか。ただかっこいいから選んだだけなのね。共産主義を治安維持法。マジで。俺ら勉強しよう。
いや俺別に勉強しなくても正解してたし俺だな、俺運高えから多分アリアは話しかけ、あーかわいいね、もう絵本を買ってあげましょう。ここはね、社会、あのこういうのはね、ちゃんと昔のやつだね、昔の出来事をね、見せよう、今のうちからわかんねえだろうな昔のそのまた昔、あ、早かったよ早かったよ、今のだいぶ昔からだったな今ちょっと早かったよ。おー、いいね、だいぶ回復育ってきたね。真面目しか増えないから、おやべ、あ、音波かかってきた、上がった、上がった、色気を上げたい。あ、進化した、あ、かわいい、2歳春、ジャンルセレクト、ほう、はあ、じゃあ、あえて自信のない問題にしよう、自信のない問題にしますか、あえてね、これでね、あの俺らね、あのね、なんだろうね、同じ土俵に立てるからね。やった、ちょっと待って、真面目に考えちゃった、数えてたわ、最後 X、 あ、違った、時間が違うんだ、分かってたんです俺ら何やってんだ待って、これ恥ずかしい、やばいあ、下動かせるわ、手で動かせない、おい、俺らやべえハチだろこんなの、もう俺ズタボロだ、やばい、将棋に関しては俺らやばいじゃんゲートボールは赤と黒だよ、あ、違った、白と赤だよ、赤と黒がかっこいいじゃん一番、ね、やばい、俺ら将棋部、将棋はやばい、元将棋部やばい、これははずい笑えねえ、これはおしめが取れた、オランダ村、いや、ここが動物園でいいんじゃないか、あのゾウさんみたいなね、ゾウさんパンダ見ようぜ、パンダ、お金が減ってく、お馬ってすっごく大きい、あのさもう最高、ちょっと待った、いや俺さ普通にさね、お馬さんの全体が大きいねってことを読もうとしたんだけどさ、まさかのさ公式がマジかいいのかそれえ、お高上がっちゃった、なんで知らん、カルトの真面目ってなんだ真面目系オタクか、なるほど、俺かな、ええ、ああおい、やめるんだ、はあ、え、アルフだろ、ピートだろ、かっこいいじゃんアルフ、え、国士官、あ、違うんです、合ってた、やべ、国士官選ぼうとして間違えて丸押しちゃった、いいんじゃね、え、こんなん19倍でしょなわけねーなわけねーガリレオ系バイキング見学、マジで合ってたのガリレオだと思ってた、ね、これなんかさ絶対間違ってるやつがさ間違っててさ合ってるやつが合ってないんだけどどうしようアリアを連れてデパートに来ました、はい、間違えた、探す、え、おっしゃった、お前さ選択肢おっしゃった、ごめん、漁師の温かさを感じた、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、まあ真面目にまた増えたけどな、またかいい加減色気あげてんだけどな、多分あの中国とかじゃない、中学から色かけちゃう、知らないよ、下がったか、いや、上がったか、これ一回中断できないのかな、ああよかったよかった、じゃあ時間もいい感じなんで、ちょうどいい感じだね、ここでやめておきましょう、切りましょうか、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした。